皆さんこんにちは、リナオクマです。今日はクッキング動画を撮っていこうと思います。最近私ちょっとクリーンな食事を心がけていまして、あまりこう添加物だったりとか、まあ、ファストフードっていうのを取り入れず、どちらかというとこうナチュラルでオーガニックなもので遺伝子組み換えでないものだったりとか、僕自炊をして、取るようにしているんですけれども、その中でも今日はちょっとしたヘルシーなブリトーを作っていこうかなと思います。メキシコ料理なんですけれども、私が今住んでいるのがアメリカのアリゾナ州で、アリゾナ州ってメキシコの隣なんですね。だからすごいあのメキシコ料理がいっぱいあるんですけど、その中でも私が最近見つけた、そしてヘルシーで高タンパク脂質がいい感じに取れるブリトーを今日は作っていこうかなと思います。用意するものはアボカド、トマト1個ずつ、玉ねぎは半分、ブラックビーンズ、ひき肉、そしてトルティーヤです。では早速作っていきましょう。トマトはだいたいダイス型に切っていくと、後でブリトーに巻いた時に食べやすいです。トマトをこんな感じで切ったら、アボカドを半分に切っていく。日本はアボカドが本当に高くて、この間も日本に帰った時にアボカド1個なんか200、300円とかするのはびっくりしたんだけど、こっちは1ドルもしないですね。オーガニックのものだと1ドルちょいとか。そしたらこんな感じでお皿に置いておく。オリーブオイルと塩の組み合わせが私は本当に好きで、入れておきます。こんな感じで入れて、そしたらこれは後で入れる使うから一旦冷蔵庫に入れておきます。 OK。いよいよ玉ねぎを切っていきます。これ最近クリーンな食事を気をつけていて、体を作るってなった時にやっぱりダイエットしたい人がどんなに一生懸命運動したからって言って食べたいものを何でも食べて、それこそ甘いものとかジャンクフード食べてたら痩せることはできないし、逆にこう筋肉つけたい人がどんなにジムでトレーニングしてもタンパク質の量が少なかったりとか、それこそ栄養不足であれば筋肉も発達していかないから、体を作る上でね、とか健康な体を目指していく上でトレーニングだけじゃなくて食事っていうのがすごく大切だなっていうのを最近すごくしみじみと感じてきておりまして、それでなんかちょっとクリーンな食事っていうのを心がけております。そんなに超詳しく知ってるわけではないんだけど、まあいろいろ見てね、なんかオーガニックとか USDA とか遺伝子組み換えでないっていうのはちょっと心がけております。そしたら火にかけていきます。フライパンを熱したら油を敷いていきます。皆さんはどんな油を使ってますか？私は結構オリーブオイルがメインですね。こんな感じでフライパンをちょっと温めてから玉ねぎを入れていきます。玉ねぎ炒めるって家の中めっちゃいい匂いになるよね。はい、そしたら私は結構大雑把なのでフライパンを変えることなくこのままお肉を投入していきます。結構この肉こだわっていてオーガニックなお肉で、あの牛さんが何を食べて育ってるかとかはすごく気にして作っている、お店です。いい匂いがしてきた。最後はブラックビーンズを入れていきます。豆も本当ね、タンパク質めっちゃ豊富なのでとってもいいです。全部入っちゃった、多いかな。まあいいでしょう。めっちゃ美味しそう。調味料はめっちゃシンプルです。私あんまり調味料使わないので
今回も塩と胡椒だけ。すごいなんか何人前だよって感じの量ができちゃったけど、まあ結構食べきっちゃうので作るときは一気に作って、なんか作り置きとかをしておくのが多いです。普通に美味しい。マジで本当に調味料使わないし材料シンプルなのでおすすめです。そしたら一旦火を止めてちょっと横に置いといて、そしたらトルティーヤを温めていきます。マジでさ、本当に私アメリカにアリゾナに来るまでメキシコ料理とかタコスぐらいしか知らなくて、ブリトーってなんぞやって感じだったんですけど、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいし、お腹にちゃんとたまるし、中に本当に冷たいもの自分で詰めれるからサンドイッチみたいな感じなんですけど、今日使うのはこのフォーイーズ、麦ですね。はい、麦からできたトルティーヤを今日は使っていきます。こんな感じでポンとトルティーヤを置いて、暖かくなるのを待つ。で、ちょっと暖かくなってきたら適当にこんな感じでひっくり返してあげます。すぐね、暖かくなるので、とか暑くなるから、結構私はもうトルティーヤっていう時はあまりここから離れないようにしてるんですけど、何回かね、温めすぎちゃったことがあって、そうするとこの辺にプーッと膨らんでくる風船ができるんです。わー、お皿に盛り付けるだけ。トルティーヤを置いて、お肉ちょっとだけ入れて、トマトとアボカドを上にのせる。巻き巻きしていきます。これがね、結構最初苦戦したんですけど、半分に折ってから横にこうやって折って、あとは具材がしっかり中に収まるようにぐるっとして、はい、こんな感じに。トルティーヤがちっちゃいからミニブリトーです。なんか作ったかな。そして折って折って丸めて、見かけはすっごくシンプルだけど高タンパクで脂質、それから野菜もちゃんと入ったブリトーの完成です。いざ実食。いただきます。うん、普通に美味しい。結構ミニだからもう 3,4 個ぐらい食べれちゃうかな。めっちゃ美味しいしヘルシーなのでおすすめです。ぜひ作ってみてください。食べるとさ、何入ってるか分かんないけど、家で作ると何入れてるかが分かるからいいよね。ちょっと待って、なんか違う、ヘルシーなブリトーズ。ちょっとおかわり、おかわり、せーの、よし、グッボーイ。 Cause you can make it too